ヤドロリニアは、クロアチアの海運企業。クロアチアのリーカにて1947年1月20日に発足した。クロアチアの沿岸地方から、クロアチア国内各地やイタリアの都市を結ぶフェリーの運行を主な事業としている。44隻のカーフェリーと8つの総動線、水上バス、5つの在来線を保有している。以下の島々や半島を、 クロアチア本土と結んでいる、ツレス島、ロシニ島、ラブ島、バグ,グ島、ウニエ島、スサク島、イロビク島、ベレスラカネ島、マレ、スラカネ島、ウグラン島、パシマン島、トギオトク島、イスト島、モラト島、ズベリナツ島、セストルニ島、リバニ島、シルバ島、オリブ島、プレムダ島、イジュ島、ラバ島、ジリエ島、カプリエ島、プルビチ島、ズラリン島、 ブラッチ島、フバル島、ショルタ島、ビスト、ドルベニクベリッキ島、ドルベニクマリ島、コルチュラ島、レストボ島、ムリエト島、シパン島、ロップド島、コロチェプ島、ペリエシャツ半島。2007年の夏季には毎日400便が出港していた。クロアチア南部スプリト駅に隣接するフェリーターミナルからはイタリアンコーナーと結ぶ便がある。2003年には ヨハネ・パウロ2世が空、ルクシマを訪れる際に、ヤドロリニアを利用した。ありがとうございます。